どうも、サスさんでございます。今回私新しいマウスパッド購入しました。ちなみに今使ってるやつがですね、こちらなんですけど、スティールシリーズの QCKH ってやつで、サイズが L サイズですね。これね、下の方見てもらえばわかるんですけど、結構ねもう汚れてきてるし、あと猫の爪跡とかもついてるし、ところどころね、猫の爪が引っかかってほつれたりしてるんですよ。なのでね、買い替えようと思ったんですけど、やっぱりね普通よりちょっと劣化しやすいので、ちょっとね今回安めのやつ買ってみました。今回買ったのこちらですね。Amazon Basic のやつ、Amazon がね出してるやつなんですけど、サイズがね拡張サイズっていう一番でかいやつ買いました。しかもねこれ一番でかいのに結構値段安くて1508円で売ってます。ということでね、今回こちらを開封して、まあ、設置してどんな感じかっていうのを試してみたいと思います。はい、じゃあ行きます。オープン。はい、来ました。結構ね奥行きもある感じなんですよね。さっきね一番でかいサイズって言ったんですけど、これ横幅がね91センチで、奥行きがですね42センチの厚さ、2.5 ミリですね。結構ねでかいし、あ、厚み本当に結構あるかもしれないこれ。はい、こっちがスティールシリーズで、こっちがね今回買った Amazon Basic のやつなんですけど、Amazon Basic のやつが 2.5 ミリで、このね QCK が2ミリなんで、若干 Amazon Basic の方が、厚いはずで、なんかねもう見た感じちょっとこっちの方が厚いっていうのがわかりますね。はい、で重ねてみるとね、若干色がね違うというか、こっちの方がね、ちょっとなんていうか緑っぽい黒というか、なんかこっちの方がね真っ黒っていう感じがしますね。で右下に Amazon Basic っていうロゴが入ってます。で、大きく違う点として、こっちの QCK はですね、この縁がステッチ加工されてるんですよね。Amazon Basic のやつは何も加工されてないです。このステッチ加工がされてることによって、なんかこう端からほつれて、行きにくかったりとか、なんかゴミとかもねつきにくかったりとかするんで、まあ、できればねこういう加工されてる方がいいんですけど、まあ、今回コスパ重視ということで、まあ、どうせまた短期間で買い替えるんだったらもったいないということで、こっちを買ってみました。今はですね、このスティールシリーズのマウスパッドこんな感じで配置してるんですけど、これをね、Amazon Basic のマウスパッドに交換したいんですが、このマウスパッドを交換することによってマウスのトラッキング精度に差が出るのかっていうのをちょっと検証したくてですね、マウステスターっていうフリーソフトをダウンロードしてみたんで、このソフトを使ってマウスパッド変更前と変更後で差があるのかっていうのをちょっと検証したいと思います。今ねパソコンの画面映ってないんで、皆さん何してるかちょっとわかんないと思いますけど、まずこの変更前の状態で測定したいと思います。いきます。はい、これでね測定完了したということで、結果見てみたいと思います。はい、今俺がねマウス横に何回か振ってたんですけど、それでね測定したデータっていうのがこういう感じで、こうやってね線が入ってますよね、1本の。でその上にこういうね丸い点々がいっぱい配置されてて、この線上にねちゃんと点が配置されてれば、まあ、正しく、マウスのセンサーがこうトラッキングしてくれてるというか。でなんかねこの線からちょっとこういう感じで飛んでるやつありますよね。これがねなんかあんま良くないらしい。俺もさっきこのソフト撮ったばっかりで初めて使うんで、なんか見方がねちゃんと分かんないというか、別に普段マウス使っててなんか精度悪いとか思ったことないんですけど、まあ、測定するとこんな感じらしいです。はい、じゃあ次なんですけど、このスティールシリーズのマウスパッドを撤去してですね、この Amazon Basic のマウスパッド設置してみたいと思います。あ、これいいな、巻き癖全くねえな。巻き癖入ってるやつあるんですけど、あ、これ端っこの方、左端はちょっと入ってるかもしれないですけど、右側のね巻き癖一切ないですね。はい、こんな感じで、横幅がねめちゃくちゃでかいんで、このテンキーレスのキーボードを置いてもね、この元々使ってたスティールシリーズのマウスパッド1個分ぐらいは、余裕でスペースあるっていう感じですね。ちなみになんですけど、テンキー付きのキーボードを置くとこんな感じで、スティールシリーズのマウスパッド乗せてみると、はい、こんな感じ。まあ、すっぽり一応キーボード乗りますけど、やっぱテンキーレスキーボードと、組み合わせてこう上に乗せて使うっていうのがなんか相性良さそうですね。それとですね、これマウスパッドの裏面はこうラバー状になってて、まあ、結構ね滑りにくいんじゃないかと思いますね。こう使っててねめちゃめちゃ滑っちゃって、いちいち直すのめんどくさいとか、なんかそういうことにはなんなそうです。はい、じゃあこちら Amazon Basic のマウスパッドで、マウステスター使ってねもう一回測定してみたいと思います。いきます。
はい、結果こんな感じなんだけど、あれなんかこっちのマウスパッドの方がなんかいい気がするんだけど、精度これどうなんですかね。さっきまで使ってたマウスパッドがもう結構古くて劣化してるからっていうのもまああるのかもしれないけど、なんかね、線上にこっちの方がきっちり配置されてるし、マウスのポイントのね飛びも少ないような気がしますね。はい、もう一回ねスティールシリーズのマウスパッドに戻しました。1回の測定だとちょっと信憑性に欠けるんで、もう一回やりたいと思います。いきます。はい、こんな感じ。あー、あんまり差ないか。どうだろうな、なんか1回目より良くなった気がする。なんでだろう、マウスのねこのポイントの飛びみたいなのもなんか少なくなった気がしますね。はい、じゃあ Amazon Basic もね2回目いきます。はい、こんな感じ。どうでしょう、なんかやっぱ Amazon Basic の方がいい気がするんだけど、まああんまりね差はないと思うし、こう使っててねこうゲームとかやってなんか影響はしなそうだな。そんなに、こう実際ねやっててこっちの方が精度いいとか悪いとかあんま感じないとは思いますけど、まあこれ気持ちの問題なのかもしれないですね。滑り的にはね全然悪くないですね。てかこれさ、このサイズで1508円って考えるとなんかめちゃめちゃ本当にコスパ高いような気がするんだけど、これねマジで安臭さとか一切ないですね。今回俺が買ったのは Amazon Basic マウスパッドの拡張サイズって一番でかいやつ1508円のやつだったんですけど、このねスティールシリーズのマウスパッドと同じぐらいのやつも、同じね Amazon Basic のやつから出てて、それがね XXL サイズってやつで、そっちだとね1088円で買えます。さらに安いですね。そっちの方がねもしかしたら、サイズ的にね人気あるのかもしれないですね。で正直このマウスパッド今買ったんですけど、実はね欲しいやつもあって、シドっていうね音響の社内ゲーミングブランドのマウスパッドが今年出るらしいんですよ。でそれはねこのマウスパッドのこの下にこう簡易的なねメモリが入ってるんですよね。なんか定規みたいな感じで、なので、PC ゲームとかやってねマウスの感度をこう調整するのがね、ゲームごとでこう正確に行えるっていう感じなんですよね多分。なのでねそっちが出るまでのつなぎみたいな感じでこの Amazon Basic のやつ買ったんですけど、実際に来てみたら結構いいな。これね本当にちょっと気に入りましたね。他の動画のコメントで結構ねマウスパッドおすすめのやつだったら教えてくださいとか、あるんですけど、これね本当にいいと思います。まあ、安いんでね、もし今ね安くて使えるマウスパッド欲しいなって思ってる方いたらね、動画の概要欄に Amazon のリンク貼り付けておきますのでぜひチェックしてみてください。ということで今回以上なんですけども、私田さん最近サブチャンネルも始めました。それと Twitter もやってますんでね、もし興味ある方そちらの登録やフォローもぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。